今日の給食はご飯、そして今日献立はすまし汁だったんですけど、今日はお味噌汁になりました。そしてアジの味噌マヨ焼きと炒り豆腐、見えます？炒り豆腐、そしてバナナになっています。はい、それでは今日も美味しい給食いただきます。さあ、今日すまし汁からお味噌汁に変わったとのことなんですが、中は小松菜と、ネギ入ってますね。うん、たっぷり美味しいです。お出汁が効いてて、うん、美味しい。さあ、そして炒り豆腐、すごい、いんげんと人参と入ってますね。うん、うん、美味しい。炒り豆腐もすごい子供たちに人気です。ご飯にかけたりして、食べてます。子供たち、かけていいって言って。美味しいですよね、ご飯にかけて食べるの。うん、白ご飯もほかほかでちょうどいい炊き具合、甘い、そのままでも美味しい。うん、そして今日は味です。味噌マヨが上に塗ってあります。もう匂いからね、もうご飯がいっぱいいけそうな匂いです。いい匂い、いただきます。うん、うん、味噌マヨ焼きですけど全然しょっぱくない。カチャカチャする全然しょっぱくない。すごい身も大きい、分厚い、しっかりしてますよ、脂乗ってて。うん、美味しいご飯と一緒に食べたくなる味ですね。うん、もうすごい、お魚もただ焼くだけじゃなくていろんなこう味の工夫がされていて、今日は味噌マヨですけど、なんか時にはカレーマヨみたいなカレー味になってたり、やっぱ子供たちって好きですよね、そういうカレーとかマヨネーズとかも好きだから、喜んで食べてます。そしてそういう日はすごいんですよね、匂いも、給食室からこう漂ってくる匂いもすごいいい匂いがしてきて、もう外で遊んでてももう部屋入ろうとかねいう子供もいるんですよ。給食が楽しみなんです。うん、白ご飯もね、子供たち大好き、本当に。もうおかずとか全部なくなっちゃってご飯だけおかわりっていう時もあるんですけど、米だけで食べれるかなと思うんですけど、全然平気です。子供たち白ご飯だけで食べてるんです。本当に美味しいお米、うん、美味、うん、豆腐も味がしみしみ、ご飯にかけて食べちゃおうかな子供たちみたくちょこっとかけちゃおう、一緒に食べよう。
うん、最高。インゲンとかも入ってて、きっと苦手な子もいるのかもしれないんですけど、お豆腐とかあと一緒に食べると結構みんな、あ、食べちゃったみたいな感じで食べれます。ちっちゃくなってますしね、大きさも。美味しい。どうしようかな、迷っちゃう。よいしょ。うん、とっても美味しい。身も柔らかい。最高。いい豆腐と一緒に食べたので、ちょっとご飯がポロポロになってしまった。美味しい。インゲンも柔らかいです。全部が柔らかい。さあ、お味噌汁。とろとろです。ネギのシャキシャキと小松菜のちょっと柔らかくとろーんとなったのがいいですね。美味しかった。じゃあ今日はデザートバナナです。すごい、前もね、私言ったかと思うんですけど、すっごいいいバナナですよね。こうしっかりしててもすごい。いただきます。硬すぎず柔らかすぎず、いい塩梅。あとちょっと、すごい甘いですよ。あと一口。食べちゃいました。そう、今日の給食、ご飯もお味噌汁も炒り豆腐も、そしてお魚もバナナも、もうピッカリーン、綺麗に完食しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。